こんにちは歴史大好きみなです。ヒーロー大好きかなです。2体合わせて。宇宙から来たアンドドロイドコズミックドールですこの番組は松田一家に集まる若手タレントが週替わりでお送りするラジオです。ちなみに松田一家の松田さんはこないだ骨が16本ある傘を買っていたよ。ああ、雨に濡れると桜の模様が浮き出るやつだよね。そうそう。 あれ、みなも欲しいなかなも欲しいーね<ー> <laughs> さて、それでは、今週も松田一家のドアはいつも開けっぱなし。スタートおぉもう8月も終わりに近いね。そうだねー。なんか、みなは夏らしいことした、うん、え夏らしいことうん。なんかしたかなーかなはね、うん、花火大会見に行ったよ。え ちっちゃいのだけどね。いいなぁ。いいでしょう。うん、みんなも行きたかったな <laughs>、うん、あ、そうだ、かな知ってる<ん>外国の花火は球体じゃないんだって。えなんでえ、えっとね、日本の花火って、<ん>あの、川で打ち上げるから、<ん>そのなんか、川の横で人が見るから、<ん>どこから見ても同じように見えるように、 球体なんんだだっててさあーどっから見てもまん丸だよねそうそう、うん、でもなんか欧米とかヨーロッパでは、うん、貴族のお屋敷とか建物の裏からあげるんだってうん、うん、だから一定方向にしか見る人がいないから、うん、なんかね円筒形をしてるらしいよ円筒形うん筒みたいな形はあ、うん、じゃあなんか見るところによっては、うん、まん丸じゃないんだ。多分そういうういことだとだ思う ええ。ん何あのさ、まん丸って言えばさ、かなね、やりたいのがあるんだ。何やりたいのあのね、あの、まん丸いプールの中を、おそうめんがぐるぐる回るやつ。まん丸いプールをぐるぐる回るそうめんそうそう。それって、流しそうめんのことあ、それかなけど、かな、それ、なんか、 合ってるような気もするけど、うん、合ってないと思うんだ。なんでだって、流しそうめんって言ったら、うん、こう長い竹をさ、パカって二つに割って、うん、で、なんかこう、節とか取って、うんうん、そこをこう、そうめんを水と一緒にわーって流して、で、みんなで、お箸でわーって取って食べるんだよ。え、それってさ、うん。竹がさ、うん、終わったところで、 うん、おそうめんとかお水とかバシャーってなっちゃうじゃん。あ、それは、その先のところで、ザルとか置いといて、うん、大丈夫なように、そうめんが下にべチャーってならないようにしてるはずだよ、確か。じゃあ、お家の中ではやらないのお家の中だと竹でやるのはちょっと難しいかもしれないね。じゃあ、お外でやるんだ。 そうそう、やっぱね、なんかキャンプ場とかそういうところでやる夏の風物詩な感じらしいよ。ええ、楽しそうねえ、みんなあれやってみたいんだよね。いいね、カナもやってみたいな。うん、でもね、でもね、うんうん、やっぱりカナ、あの、おそうめんぐるぐるする機会欲しい。ああ、え、あれって、おいくらくらいなんですかえっとね、えっとね、うんうん、普通に、 どのぐらいのサイズかな、うん、?40 センチぐらいのサイズの四十センチぐるぐる回るプールが4000円ぐらいなんだって。へえ、うん。でね、うん、あとカナね、うん、もっとお手頃なの見つけたの。どんなのあのね、おもちゃ屋さんで売ってるやつらしいんだけどね、うん、1500円でね、ぐるぐる流れるプール売ってたよ。うん、お手頃価格。ちょっとカナ欲しい。そうだね、そのぐらいだったらいいかもしれない。それ買ったら、うん、松田さんちでみんなで うん、ぐるぐるおそうめん回して食べたいな。いいかも。あ、でも、四十センチだったら、みんなで並べないから。うんうん、あの、信長の、あの鉄砲隊みたいに、こう、一人、そう、三、三人ぐらいずつ並んで。うんうん、なんか、一人食べたら、後ろ回ってぐるぐる、うん、人もぐるぐるしたらいいのかな。なんか、鉄砲隊に。 たとえるあたりがみならしいね。わかりやすいでしょあ、うん、そうだね。そうだよ。他にさ、夏といえばこれってものなんかあるかなええ、夏といえばうん。なんだろうな。あ、あれじゃないセミの声。セミの声。うん。セミが鳴いてると、夏っていう感じがするよね。ああ、確かに。うん。あのさ、何？になは、セミの声聞き分けられるえ どうかなできるかな <laughs> 突然ですが問題です。<laughs> はい。この鳴き声は何ゼミでしょうえー、わかるかなポチッとな。うん。何何流れるかな流れるかな,るかなえ、わかるかなみんな色い々ろいろ聞いたことはあるけど。あ、流れてきた。えにゅうにゅうにゅって感じあもう一回流すよ。もう,うん、もう一回流すよ。うん。 もう一回。流れる早く流れて流れる流れて、流れて。大丈夫トラブル発生マシントラブルじゃ、ちょっと待ってね。もう一回流すからね。うん、今、ニュー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 ニュよニューニューニニュー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 ニュ

油ゼミねよく聞くねあのね、うん、油で揚げ物をする時の音に似ていることからこの名前がついたと言われていますって書いてあるよそうなの？油で揚げ物してる時の音みたいに聞こえたんだってにゅ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 って感じのやつがそうそうでねう茶色い羽に黄緑色の筋があるのが特徴ですへー結構いっぱい見るよねうんよ,よく見るよく見るじゃあねうん 2> 第2問目。はい、次分かるかな。今度はちゃんと流れてくれるかなおほほなんだろう、なんだろう。えー、これは何でしょうこれ,これもよく聞く気がする。うん、これもね、いっぱいね、うん、この辺にいるよ、きっと。えー、東京にね。うん。なんだろう。何でしょうなんだろう。もう一回、もう一回、流れる一回う,うん。行くようん。流れるかな大丈夫 ん、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 よいん、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 って感じ言うこと聞いてくれないから、もっかい。うん。もっかい。流れるああ、でも、難しい。流れないから。流れない考えて。わかった難しいなうん。にん、にん。にん、にん、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 ゃん、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 ゃん、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 ゃん、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 ゃん、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 ゃん、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  あの、動物の名前がついてるよあ、あー、わかった気がする俺言ったら、だってわかったうやんじゃあ、いい正解、正解だよきっとじゃあね、これはきっとクマゼミですそうですやったーロッ今のヒントずるいよいやだってわかんないんだもんあのね、さっきのクマゼミの鳴き声はうん鳴き声が、セミ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 って言ってるように聞こえるってえ だから、セミっていう名前の元になったと言われていますって書いてあるよ。えぇセミ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 って聞こえたかなあんまり。羽が透明で体が黒いのが特徴ですって。へぇー。これもいっぱいいるよね、マゼミさん。うん、よく聞く気がする。もう一問できるかなうん。機材トラブルがなければきっと。じゃあ、いくよ答えられるかなうん。おお これは、よく、聞くよね。これわかる気がする。わかるうん。なんかね、このね、セミの声はね、秋って感じがする。そうだよね、うん。じゃあ正解言っていいいいよ。これはね、日暮らしです。ピンポンピンポン。やった。ちゃんと正解した。大正解。やったね。朝の早い時間と、うん。夕方に、鳴き声を聞かせてくれます。 羽が透明で、うん、体が茶色いのが特徴です。へえ。でも、なんか夕方に泣いてるイメージだよね。うんうん。なんか、この声聞くと涼しげな感じがするよね。ねえ、そうだねねえ、セミの声に季節を感じるって、日本人は風流だねうん、そうだねじゃあ、うん、風流ついでに、うん、コズミックドールにも風流を取り入れていこう。ということで。うん 作ってみよう、読んでみよう。コズミック俳句のコーナー。ーナーどんどんパフ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 。今思いつきでコーナー名つけたでしょう。いないな。説明して。うんうん、えっ、ー、とでは日本には五七五で自分の気持ちを表す俳句っていうのがあって、うん、みなたちもそれに挑戦してみることにしたのです。はい。はい。で今回のテーマは夏らしく。 海だよ。海です。じゃあ、どっちから発表しようか。じゃあ、じゃんけんしよっか。そうだね。うん。最初はグー、じゃんけんぽ。はい、あいこうでしょ。あいこうでしょ。お、みんな買った。じゃ、かなからね。はい。じゃあ、読みます。はい。来年は、きっとしたいな、海水浴。かっこ字あまり、かっこ閉じる。 うん海水浴行きたいね。行きたいね。うん。カナたち、うん、機械でしょうん。だから、塩水に使ったら多分ショートしちゃうと思うんだよね。ああ、そうかもしんない。だから来年こそは、うん、博士に、対、うん、海水装備を作ってもらって、うん、そうだね。海に行きたいね。 うん。じゃあ早く作ってもらわなきゃだけどね。うん、来年までには作ってもらおしいな。だってみんなも行きたいところあるんだもん。うん、ほん,んうん。うん、じゃあ、そ<う>みんなの行きたいところ聞く前に、発表してみんなのそ、うんうん。それはね、俳句の中に入ってるからね。うん、じゃあみんなの俳句発表します。はい。はい。沖縄の海底遺跡行きたいな。ねえ。海底遺跡うん。なんか沖縄の海にはね、うん、海底遺跡がね、あるかもっていうか。 話なんだよ海底遺跡って何があるのなんかねこう階段みたいになってるものがあるらしいんだけど、うん、まあそれが人工物か自然のものかはまだちょっとね研究中らしいんだけど、うん、そういうのも楽しいじゃない それって海の中にあるのそう、海の中にあるの。だから潜っていかなきゃいけないから、やっぱり早く、対海水装備を作ってもらわなきゃだね。そうだね。じゃあ、それができたら、沖縄の熱帯魚さんと一緒に泳げたりできるかなできるかも。ああ、楽しみだね。しじゃあ、うん。次こそは絶対、うん。海水装備を作ってもらおう。そうだね。じゃあ、うん。ということで、うん。次のお題をそうだね、発表しようか。うん。 何がいいかな。えっと次はえっ、ー、とじゃあ皆さんから募集する期間も入れてうん、うん、じゃあえっ、ー、と再来月十月のやつにしようか。うんうん、そうだね。十月か。うん、何があるかな。うんうん えっとね、10月、栗が美味しいでしょ食べ物美味しいね。あとね、あ、読書もあるね。そうだね。あとね、運動もあるし、芸術もあるし。えっと、あと、やることいっぱいだね。いっぱいあるなぁ。何がいいかな。何がいいかなじゃあ、全部ひっくるめて、秋っていうテーマにしたらいいかな。おぉ、いいかも。秋。秋。じゃあ、次は、秋をテーマに、 募集しようか。そうだね。うん。うん。じゃあ皆さん、秋をテーマに送ってください。待ってまーす。待ってまーす。うーん。もうちょっとなんかお話できるかもしれないよ。ほんとうん。あ、そうね。あのね。うん。そうめんの話出たじゃない。うんうん。あれね、みんなね、ちょっと調べてみたらね。うん。そうめんにいろ練り込んであるものがあるんだって。練り込んであるそう。いちごだったりとか。うん。 抹茶だったり、うん、梅干しとか、あとお酒うんうん。あとね、イオカンとか、うん、トビウびとかね、入ってるそうめんもあるんだって。<ー>なんか抹茶とかは見たことある気がするな、かな。あ緑なのかな、やっぱりうん、うん。梅干し美味しそうだね。うん。じゃあ、今度、松田さん家で流しそうめんができた時には、そういうのも買ってきたいね。そうだ、ん、ね。じゃあ、そろそろ時間なので、ね、いつものお知らせをします。はい この番組では、コズミックドールに教えたい、地球の不思議なもの、ふつおた、質問や励ましのメッセージを募集しています。すべての宛先は、m a t s u d a i k k a ト o ーク a t s u t a i k k a c o m コズミックドールのことをもっと詳しく知りたい方は http://www.cosmicdol.comhttp://www.cosmicdol.com l までそれでは今回の 松田一家のドアはいつも開けっぱなしはここまで、はい、コズミックドールのカナとみんなでした、はい、バイバイ